もう一個聞きたいことありますかあ<っ>ロータスでうんロータス、えー、ピストルラウンドの時に止まったじゃないですか、最初攻めラウンドで。あ攻めでうんうん。あれ、なんでなんですかえっと、ロータスは、まあ、何がっていうと、なんか、ここにスモークが焚かれてる状態、ここにスモーク焚いてる状態って、はいはい、敵がここだったり、ここだったりっていう、まあ、こういう感じのポジションになることが大体多くて、こことか、ここにいることが多くて、はいはい、で、ここに。 敵の情報をさ、ここで遮ってるわけじゃん。で、はい、A にめっちゃアクションが来た。スタンも来たし、結構のフラッシュも来たみたいな。って、はい、なったら、自分がこの状況だとして、なんか A おいってコールするじゃん、絶対。ね、じゃあ A おいってコールされたら、味方はどうすると思う寄る<り>じゃん。 じゃあ A3 とかになるじゃん。はい、で、はいはい、この状態で走って突っ込んでったら、自分ここにスモーク1個使って、もう1個しかスモークがない状態で、ここのスモークも隠せない。ここも隠せないし、ここもわかんないっていう状態で突っ込まなきゃいけないから、はいはい、敵はスキルがあるんだけど、自分はスキルがないじゃん。もうセットアップするのに十分じゃないスキルで行かなきゃいけなくなるじゃん。だから、一旦ここでエリアを取って落ち着いた状態で、敵が 何をしてくるかを見て判断するみたいな感じはい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 敵が逆にここに3人寄ってくれたらファーストラウンドみたいにこういうルートが通れるんだよね確かにいきますねそう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 だからこういう感じでなんか敵をあえて寄らせる目で遮断した状態で確かにそしたらもう普通に寄るかその目の中詰めるしかないですもんね敵そうこうなるとギャンブルプレイじゃなくなるんだよね情報を取った後にどっちに行くか判断してるからはいはいここで例えばスモーク入れて多いって分かってさ 敵がここにめっちゃ多そうってなったら、じゃあ C の人どうすると思うここ全然いなかったらさ、詰めてくるじゃん。さっきの理論で言うと、ここにめっちゃ人が見えたとしたら、ブリッジさん来た、月光来た、レイズはあのブラストパックで飛んできたってなったらさ、3人以上はいるぞ。オーメンもスモーク使ったから、オーメンもいるかもってなったらさ、裏1人かもしれないじゃん。はいはい、ってなったら、チェンバーは詰めてくるじゃん。 ま詰めてくるか、ローテするんだけど、ね、じゃあ、詰めてきたやつを俺たちがここで倒せたとしたらさ、こっちもいけるでしょああ、C にも行けるってことか。そう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 。なんだけど、いつもやってるやつだと、ただ、ここに2人いて、スキルとかで止まったときに、もうどうしようもないけど、行くしかなくて、行かなきゃいけないだけっていう風になっちゃう。はいはい。だから、なんかあんまり良くない。<laughs> 例えば、これが、レイズのウルトもあって、なんかサイト中を制圧できる。ウルト。ルトとかそう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 。あるってなったら、じゃあ、ラッシュしようみたいな。 こっちの方がスキル強いし、ラッシュしようみたいなのはいいと思うんだけど、何もなく、ただ A ラッシュすると、何の情報もないから、ただのギャンブルプレイになっちゃうことが多いって感じかな。かだ,だから一旦止まったって感じ。一旦止まろうってここで。だし、その目があるから、不利ですもんね、打ち合おうとしても。そう,そうそうそう。だから本当にラッシュしたいんだったら、最初から多分ここに木を要求して、こうだね。ほど確かにラッシュしたいならそうするか。 そそうそう,そう味方がもうここに木を焚いてるからこれを利用してできることは何だろうここにインスモークしてなんかするってよりは、まあ、待ってた方がいいっていうのとあとここでオーブンも取れるしねそれはの木が焚いたたにここれはこうだって考えたんですかそうだねもうだからオーメンがここに木炊いちゃってるから無理だなっていう判断だねなんんか木中抜けんの怖いじゃんだから待とう、まあ、これでもいいよ普通に判断基準これでいいと思う別に木中入るの怖いから待っとこう確かに でもいいと思うでもこういう時に気をつけなきゃいけないのが敵が敵の方にこうもっこりしてるからスモークがスカイのフラッシュで飛び出てきたりとかフェニックスのフラッシュで飛び出てきたりとかするからこれは注意しなきゃいけないんだけど、まあ、基本的に何もしてこない時は敵も情報がないから怖いから何かしらアクションをかけたがるんだよね作敵したりとかはい、はい、体で見に来たりとかそれを殺すっていうのが目的だから待ってる時はめっちゃなんかモヤモヤが飛んでいきましたわということだったんだ いや俺なんて今までラッシュしかしてきてなかったんでラッシュが止まる原因も大体分かったでしょこれで分かりました多分ラッシュしててなんでこんなことになるんだろうっていうのはそういう感じだねこれかこれをマスターすればランクが上がるんですねこれが基本中の基本みたいな感じだからこれがベースなんだよねこれがベースだから味方がこの時何してるかっていうのが分かると次自分が何しなきゃいけないかっていうのが分かって味方のポジションを見てかどういうことしようっていうのをコールできるようになるって感じこれ例えばさ 味方が、なんか、こんなとこにいるのに、なんか B 行こう。これ A リンク終わって B 行こうとか言ってもさ、絶対無理じゃん。確かに。ポジション的に絶対無理だから、今自分の心の耳では、なんか A に3人いるって分かってるけど、B と C が1人って分かってるから、B に行きたいって思うけど、この状況でそのコールって絶対無理じゃん。味方的には。無理ね、だから、俺は A3 人いるから俺残して C 行って、だったらできるじゃん。これ味方が。はいはい。 だからそういう感じの味方のポジションを見て何があるか情報を聞いて自分ができることをするとか自分たちが何がいいかっていうコールをしてあげるみたいなのが大事。で、味方のコール聞くのも大事。例えばだけどさ、さっきまで A にスカイいたとするじゃん。でもなんか C にスカイいるよってなったら、あ 使いいなくなったんだじゃあ進めるなっていうのもあるから味方が自分が持ってる情報と味方が持ってる情報を照らし合わせてなんかどこが空いてるとかどこが強いっていうのを感じていなそうなとこはドライで勝負するっていうのも全然大丈夫なるほど一番悪いのは攻めるときに全体に同じようにスキルしか使わない、はい、スキル使って絶対に来るってなったらスキル来た方に人数さえ固めとけば敵ってできるから敵がスキル使ってくるまでスキル使ってこなくなるんだよねあー くまでそうスキルにスキルを返すようになってくるからそうなってくると打ち合いたい時に打ち合えないじゃんはい、はい、だからあえてスキルを構えてる敵に対してゆっくり入ってって殺すみたいなあじゃあドライも大事なんだ時にはなんでドライするかっていうのはそういう感じやね確かかかにスキル来るまで待ってればいいからか そうそう、俺のさ、さっきのさ、あの、スタン A に使わないねって言ったラウンドとか特にそうなんだけど、はいはい、マップ見ながら、こっちに来たらこっちにスタン、こっちに来たらこっちにスタン入れてたのね。だから、敵がずっとスキルを使ってきた時に、俺のスタンで止まるから、何もできないんだよ、こいつらが。スキル使って、いざ入るよって。 っていうこうスモークとか使ってきた時にこいつがスタン入れてくるせいで自分たちフラッシュとか使ったのに何にもできなくてでこのスタンが終わった後に例えばさっきだったら結構のグレが返ってきてまた行けなくなってこのスモークがなくなるみたいなこういうことになるんだよねスキルだけでやると逆にドライだと間に合わないからスキルにスキル返せないから入れるみたいな時もあるドライも大事そうそうそうドライも大事確かにドライだったらそれブリーチのスタン返さないですもんね C に。 ブリーチのスターを返すときには、こいつが死んでるみたいなことになる。あーそうっすよね。だから、ドライが刺さるよっていう感じ、こういう敵だったら。なるほどね。俺とかさ、 ったらここにチェンバーのトラップがあるからって言って俺ずっとスタン構えてたじゃんはいはい逆に言ったら俺がこのスタン構えてるの読みでこいつらが右見ながらピークしてきたら俺死んでるからさチェンバーのあれだけだったら無理っすよねこれはドライだからできることじゃん逆にこれもうスモークとかなんかいろいろスキルが飛んできたらもう俺やめたって言ってやめるからこのスタン構えるのはいはいこれはドライじゃないと倒せないでこういう時にドライが大事って感じでドライを良くしてくる敵に対してはスキルを使ってこないから めちゃめちゃ強いオフアングルで待ってるっていうのがめっちゃ強い。ドライで来るからピークしてくるじゃん。ゆっくりゆっくり。はいはい、だから、さっき俺がやられたオーメンの人にやられたんだけど。 こういう、クリアリングするときにさ、ね、よく見るのって、ここの角とここの角みたいな感じでさ、こうクリアリングしに行ったときに、中途半端なとこにいて殺されるから、こういうのをドライバッカしてくるやつに使うと刺さる。で、スキルを使って、めちゃめちゃ、あの、コントロールしてくる敵に対しては、スキル使ってくるから、なかなか取れないじゃん。だから、後々スキルを使って取るか、それよりも強いスキルを使って制圧するみたいなのが、 大事変なとこで待ってるとかって言ってもやっぱスキル使われてそこクリアされちゃうからそういうとこで待ってるんじゃなくて引いて待ったりとかあえて強く出るみたいなをしなきゃいけないあ,あなるほどやばいパンクしそうだあ一気に詰め込みすぎたらパンクしちゃうかもねなんか大体は分かってきました分かってきた分かってきましたドライ大事あとどこまで詰めていいかで引かなきゃいけない時やっていったらだん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 その考えなくても体に染みついてくるっていうかえそうですよね そう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 って感じになってくるから変わりますもんねあの良くやってたら確かに俺も考えないでできるようになったな